はい、皆さんのおてんともです。有志エンゲージの実況となります。今回なんですけども、先ほど公開されました明日の新ガシャ、新限定ガシャ、こちらユニコーンガンダム NTD、 この機体の先行チェックをねしていきたいと思います。まあ明日ね、また動画解説的な動画出そうかと思うんですけど、まあ事前にね、どんな機体かどんな性能か把握しておけたらなと思いまして、はい、やっていきたいと思います。はい、というわけで、まあこの画像ねちょっと荒いんですけど、ツイッターの動画のスクショをね利用しておりまして、でもめちゃくちゃかっこいいですね、ユニコーン NTD。 僕ユニコーンの NTD めちゃくちゃ好きなんですよ。非常に好き、とても好き、めっちゃ好きなので、この機体をね狙っていきたいと思っておりますが、まあね、またね緑の限定機ということで、そのね前回の限定機も同じ緑のナイチンゲールだったので、なのでそのナイチンゲールをねもうゲットされてる方なんかは、まあ無理にね、特に無課金の方なんか無理に狙いに行く必要はないかもしれませんね。確率ね、きっと 1%、 UR3% の 1% になりますし、もしね違う色だったら、赤とか青だったらね、紫黄色だったらね、あの狙いに行ってもいいとは思うんですけど、そうじゃないんだったらナイチン持ってる場合は、ちょっと考えてもいいんじゃないかなと。まだ性能ね、あのちゃんと見てないですけど。で逆にね、ナイチンの後にこのエンゲージをね始められたっていう方は、ぜひとも狙っていってほしい機体になるのかな、緑の限定機ない場合はね、はい。まあ僕はねナイチン持ってますけどもね、好きな機体、かっこいい機体ということでね狙っていく所存でございます。はい、ということで緑属性の汎用機ね、前回のナイチンは強襲機ね、違い、ここが違いますね。で、M0079、0079、ユニコーンガンダム NTD。で、適正が地上丸、宇宙丸、水中三角と非常に適正となっております。で、先に武装が書いてますね。兵装、主兵装ビームマグナム、副兵装ビームトンファー、第三兵装ハイパーバズーカ。ということで、第三兵装持ち、ね、非常に強力な機体となりそうです。はい。で、ビーム、で、バズーカなので、ハイパーバズーカが実弾。ビーム、実弾って感じの、ね、兵装となっております。はい。で、EX スキル、ビームトンファー。ターゲットしている敵一体に攻撃力の 520% 防御虫ダメージ。おー、すごい。防御虫ダメージの過去最高パーセンテージが来ましたね。今んとこガンダムと、あとユニコーンね、NTD じゃない。黄色ユニコーンが 433% だったと思うので、ね、あれを、まあ、約100上回る、ね、防御虫ダメージとなっておりますので、まあこの感じ最も火力を出せる、ね、機体、 UR 機体となるんじゃないかなって感じですね。単体必殺で自身に加えて20秒間クリティカル率 60% 上昇。なるほど、かなりクリティカルを発生させやすくなるってことですね。クリティカルダメージを上げるっていうわけではなくて確率を上げる。なるほど、クリティカル機体。じゃああれか、シナンジュも結構クリティカル機体だったので、まあね、そのライバル的なポジションだからこっちもクリティカルって感じにしたのかな。で、スキル1、戦闘開始30秒後からビームダメージ 24% 上昇。開始からではない、中盤以降、後半にかけて強くなる機体ですね。24% 上昇は一番高い、これまでの機体。ナイチンゲールが 22% だった気がする。まあ 2% ですけど、こっちの方が高い。あ、でもナイチンは戦闘開始からか。まあそうだ。ナイチンの方がまあ総合的には優秀か。で、スキル2、ハイパーバズーカを解放。戦闘開始からビームダメージ 13% 上昇。残り HP 50% からビームダメージ 25% 上昇。なるほど、第3兵装解放すると、戦闘開始からビームダメージバフが 13% ですけど、かかっていくと。で、HP が削れて半分以下になると、ビームダメージ 25% 上昇と。なので、まあ、すべて合わせると。
49% の 13%、62% ですか。ね、すべての条件が整うと 62% バフがかかる。まあ、かなり驚異的なバフがかかる。かかりますね、60% バフ。で、その状態で EX スキルビームトンファーを放つと、かなり恐ろしいダメージが出そうですね。520% 防御無視に加えて、ほぼほぼクリティカルになるようなね、そんな感じなので、まあめちゃくちゃダメージが出そうな、まあ汎用機ですけど、かなりね、まあ、強襲機的な攻撃型な機体ですね。ユニコーン NTT。まあもうとにかくね、自分特化、自分をとにかく高めて相手を狙っていく、切り刻んでいくっていう、そんな機体ですね。ナイチンの方が強襲機だけど汎用性高いですよね。汎用性の高い強襲機。なのでこのユニコーンは汎用性はナイチンほどは高くはない、強襲機的な汎用機ですかね。なので、まあ例えば今ナイチンゲールとユニコーンガンダム NTD の新ガチャがね同時に出ていた場合、さあどっちを引きますかってなると、やっぱりみんなナイチンの方をね引くんじゃないかなと。そのビジュアルとか抜きにして、強さだけなら、そう、ナイチンは唯一無二の敵全体攻撃ありますし、で味方全体バフがあるので、ここがねナイチンゲールの強さなんですよね。そう、ユニコーンもねかなりの火力特化な機体になってはいるんですけども、唯一無二っていう感じではなくてね、防御無視ダメージも他にガンダム、他にユニコーン持ってますし、まあ、パーセンテージは違いますけど、そう、まあ単純なね超火力特化機体ですよね。やっぱりナイチンの方がとはちょっとこれを見ると思ってしまいますね。ただこいつが弱いわけではなくて、めちゃくちゃ強いことは間違いないんですけど、そう、なるほど、はい。で、ちなみに相性のいいパイロットなんですけど、まあ、残り HP 50% カラーっていうね、 HP が削れた場合っていうものを持っているので、まあ、やっぱり耐性が高い、ね、パイロットが、キャラクターがいいのかなと。なので、まあ緑なのでアムロいいですね。アムロのスキル1が耐性を、17% 上昇していく感じなので、アムロと非常に相性がいいのかなと。あとは EX スキルビームトンファーということで、まあ、格闘ですよね。なので素人もいいですね。緑属性の素人、あれがスキル1で格闘センスを 95% 跳ね上げるので、素人ともより攻撃力を出すなら素人が合ってるのかなと。嘘も悪くはないけど、嘘は反応を高めるようなキャラクターなので、まあ、他のね、あの射撃センスも高めますけど、ウッソよりはアムロもしくはシロって感じですかね。緑の UR なら、バナージってどうだろう。まあ、バナージも、まあ、貴族性のあのユニコーン専用みたいな感じですけど、サイコフレームのねカテゴリーのもの持ってましたよね、スキル。まあでもやっぱり一番合ってるのはアムロもしくはシロなのかな。はい。といった、まあこのねツイッターの動画のこの画面上から導き出した、考察動画でございました。まあ大体どんな感じなのか分かったんですけども、まだね正確な数値、HP 攻撃力防御力、この辺の数値が出てないので、ね、想像以上の数値をしている可能性もあるので、可能性の獣ということで。ということで、またね、明日動画出していこうと思いますので、また明日チェックの方よろしくお願いいたします。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか？良ければ、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。